コラボレーションセンターにはいくつかの施設があります。今回はその中のスペース2とスペース3の利用方法について紹介します。まずはスペース2です。スペース2はゼミやグループ学習、ミーティングなどの少人数での活動に適した施設となっています。この施設のポイントをいくつか紹介します。1つ目はビッグパッドテーブルです。パソコンを内蔵したモニターでホワイトボードとしても使用することができます。情報共有をしやすいことがメリットです。2つ目はプロジェクトテーブルです。パソコンをモニターにつなげて情報共有することができます。またワイビアというソフトを使いワイヤレスでモニターに投影する方法もあります。3つ目は可動式テーブルです。人数や用途に応じて体型を変えることができます。ホワイトボードを活用するなど用途は多岐にわたります。最後は貸し出し用文房具についてです。マーカーや糊などの文房具からノートパソコンやホワイトボードシートなどの貸し出しを行っています。使用を希望する場合はカウンターにいる学生スタッフにお声掛けください。続いてスペース3の紹介です。スペース3は講義や大人数でのイベントなどに適しており、アクティブラーニングがしやすい教室となっています。一つ一つの椅子が可動式になっており、ホワイトボードが何台もあるため教室のレイアウトを自由自在に変えることができます。利用している先生方からは一般的な教室よりも学生との距離が近くなると好評です。利用予約についてはスペース2の場合は相談カウンターに、スペース3の場合は教務課にお問い合わせください。多くの方のご利用をお待ちしています。